高級トス、または、古級トスは、ギリシア神話の冥府に流れる川である。その名は、嘆きの川を意味し、同じ口下の冥府を流れる、アケローンに注ぎ込む。冥府は五つの川で取り囲まれており、おそらく一番有名なのが、スチュクスで、他に、プレゲトーン、レーテー、アケローン、そして高級トスがある。高級トスは、冥府にある、他の川と共に、古典文学に、 よく登場する題材である。ホメーロス、アイスキュロス、ウェルギリウス、キケロ、アプレウス、プラトンなどが言及している。高級トスは、ミルトンのジョージ誌、失楽園にも登場し、その第2巻に、そのものがなしげな流れのあたりから聞こえてくる。高級の声にちなんで名付けられた、コキュットスがと記されている。高級トスは、シェイクスピアのタイタス・アンドロニカス・トリックライアダンの、 ハデスの館でも言及されている。ウェルギリウスとダンテを高級トスに下ろすアンタイオス氷付けにされた、王者たちを見下ろすウェルギリウスとダンテ高級トス、最深部で腰まで氷付けにされたルチフェルダンテが、表したカンティクムである、新曲の第一編、地獄編において、高級トスは、地獄の最下層にあたる、第9件とされている。ダンテとウェルギリウスは、 巨人アンタイオスの助けを借りて、高級トスに降り立つが、第九県の外縁には他にも鎖に繋がれた巨人たちがいる。ただしアンタイオスだけは、奇岩とマキアーぬ前に死んでいたので鎖に繋がれていない。ここで、高級トスは、川というより凍った湖として描かれるが、冥府の他の川と同様、人間の罪を象徴する。 クレタの老人という巨大な彫像から流れ落ちる涙がその水源である。ダンテは高級トスを反逆者たちの亡霊を入れる場所とした。彼らはその配信行為の様態に応じて氷の中に首まであるいは全身をという具合に様々な度合いで閉じ込められている。高級トスは外側から順に四つの円に分けられ内側へ下っていく。外から順に快な血縁者に対する 裏切り者がいる。その名は、聖書の会に由来する、アンテノーラ祖国に対する、反逆者がいる。その名は、イーリアスの、アンテノールに由来する、トロメア品格に対する、裏切り者がいる。その名は、マカバイキに記された、ジェリコの主張、トロメオに由来する。ここではしばしば、反逆者の魂は、運命の女神、アトロポスが、寿命の糸を断つ前に落ちてきて、 地上に残った肉体は悪霊に支配される。ジュデッカオにある主へ反逆した者がいる。その名は、イスカリオテのユダに由来する。そして、中心部に、ルチフェルが腰まで氷に使っている。彼は三つの顔を持ち、正面の口でユダを噛み砕いている。ユダは、頭から口に入れられて、足を外に垂らし、ルチフェルが噛むごとに、背中の皮が引き裂かれる。両脇の口はそれぞれ、 カエサル暗殺の首謀者だったブルトゥスとカッシュースを噛んで、おり、彼らは足から口に入れられて、首の方が垂れ下がっている。三つの顎の下には、それぞれ一体の巨翼がはためいて、高級トスに寒風を巻き起こし、彼自身を含む反逆者たちを氷に閉じ込めるのである。ダンテと、その先導者ウェルギリウスは、ルチフェルの背中をよじを降りて煉獄に至る。ダンテは、途中から、 地獄へ戻っていくのかと勘違いしたが、地球の中心を通り過ぎて、重量の方向が変わったのだとウェルギリウスは説明する。ありがとうございます。